セイリッシュ語族は太平洋岸北西部で用いられている言語群である。セイリッシュ語族の分類に関しては、まずボアズアンドヒーベルディンで20種類の言語が方言として内陸語派と海岸語派とに対別された後、スワデッシュにより23言語が内陸語派、海岸語派、ベラクーラ語、ティラムーク語の計4つの語派に分けられた。さらにトンプソンではティラムーク語が 海岸語派に含まれているほか、ザモス語派が見られ、ベラクーラ語や内陸語派と合わせて4つの語派に分類されている。以下の分類や日本語名の大半は渡辺に依拠したもので、これも23言語からなるものである。和詞語であることを意味する。ッシュ語族全体においては、新音化したシ音や正門化したシ音が見られる点が特徴である。ッシュ語族の言語全体に共通する。 文法的な特徴として、名詞と動詞の区別が曖昧であるという点が挙げられる。例えば内陸語派のュスワップ語においては、以下の例のように、A という事柄を表す語は、認証 B を表す節字の負荷等により、B は A であるという除述的な意味を表すことが可能である。語には主に重複による変化と節字による変化が見られる。このうち節字については、 窃盗時、折中時、設備時が見られるものの、最も種類が豊富であるのは、設備時で100を超える数のものが見られる。これに対して、窃盗時は空間的な情報を示すものや名詞化の機能を果たすものなどが存在するものの、設備時と比べると数は少ない。窃中時に至っては、わずかにに3種類しか見られない。例えば、K に対して、 K のような音のことを指す。例えば、K に対して K のような音のことを指す。参照、保質音。ありがとうございます。